ロプシニガワです。本日も頑張ってまいりましょう。今回コメントは冠水についてかなり皆さん盛り上がったみたいですね。私なんか言っちゃいましたっけ、冠水チューブいっぺんに日本やりたいとかいうところが来たんでしたっけ。ちょっとわかんないですね。最近ちょっと頭が脳軟化しておりますってはい、テンバットさんですね。水管理ってことで、毎日冠水できるなら単皮配合が安上がりですねと。単皮で、なるほど、窒素リン酸カリカルシウムマグネシウムとかココニってことですね。溶液タンクをいくつかに分けて硝酸プラス何かを流すといいかもですねっていうことですね。でここから何か冠水基準にするかは農家それぞれって感じですねと。私の知るところでは ECで流す、はい、電気伝導率ですね。うん、EC は培養液中に溶出している肥料イオンの量、つまり窒素リン酸カリなどのイオンが測定時に使用する電極管をどれだけ移動するのかを表した値ですと。うん、それから日射量ですね。光量で流す人、時間帯で設定で流す人がいますねと。すべて自動冠水装置なので設定の問題かと。ヨウさん、キュウリだヨウさん、ヨウの米だヨウってことですね。私も自動冠水欲しいですと。見積もり170万でしたと。簡単には払えないですよね。あ、規模も大きいですからね。170万か。うん、それからその返信ですね。これからナタリーさん、自動冠水結構するんですねと。面積増やさないと払えませんねと。うん、それでキュウリ夫人だヨウさん、青年収納給付金で5年前に揃えましたと。さすがですね、ちゃんと残してますね。今時間で水くれ、水分センサーと EC センサー情報が最近入ってき考えてましたと。皆さんがそれすげーつええよ、それすげーつええよって背中を押してくれれば導入します。なるほど、 EC センサー水分センサーですね。もちろんいまいちだよって情報もあると嬉しいですと。うん、ナタリーさん、あ、テンバットさんですね。ナタリーさんへの、農業はどうしても投資回収なので勇気いりますよねと。まあ高額なものはですね、テンバットさんまた返信ですね。キュウリ夫人だヨウさん、なるほど、そういうのもあるんですねと。青年収納給付金、はい、私も受けてました。はい、2年半でしたか。はい、ちゃんとやってれば5年支給もらえたんですけど、手続きが不備がありまして収納して2年半後に給付金受けたんで残り2年半しか受けられませんでした。それからミニトマトで単収15トン、単皮と自動冠水と溶液土工、溶液土工か、点滴使って点滴の下だけにポタ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 常に落としていくやり方ですよね確か。うろ覚えなんですけど前見たなって、もう見ましたよね、溶液土工。9月から6月。なるほど。9月から6月。真夏以外、7月、8月以外は、ってことですね。ミニトマトで。そこはプロファインダーの数値をもとに、時間で冠水と。あまり有益な情報なくてすいません、ってことで。で、キュウリ夫人対ヨウさんですね。群馬の攻めてるキュウリ集団もプロファインダーですね。情報ありがとうございます。最近プロファインダー導入されてる方多いみたいですね。そしてキュウリ夫人だヨウさんですね。水分センサーに冠水のタイミング任せて土壌水分を一定に保つと。そして EC センサーをぶっ刺して常に監視。これってつえーの、これってつえーので、これ私のハウスに対してですよね。点滴にして一畝2本、そうですね。格屋でシャタレントハウス半分ずつ行けそうと。圧にもよるけど500メートルくらいなら行けるよということで、あれ30メーターで2本
60メーター7ベッド、8ベッド、あれが15ベッドあるんで、7ベッドなら7640に420メーターですね。だから半分ずつ500メーター以内に収まりますね。それからドサトロン、これ液肥混入器なんですね。えらい高いですね、うん、1つは NPK、 もう1つは微量要素、最初から一緒にしたら沈殿する。なるほど、反応しちゃうんですね。そっか、そこに水分センサーと EC センサー、日照コントローラーにより水分センサーそして経験のスパイスを少々、 すんげえ気がすると、A って良いって意味ですよね。強いっていうのは強いってことなんで違いますよね。 A って良い気がするってことですよね。ナタリーさんですね、つえなんですね。えんじゃないんですね。つえんですね。管理も楽。お金もかかりそうですけど、1、2年で元が取れるならやっちゃいたいですね、と。そこですよね。冠水ですからね。楽にはなりそうですよね、体が。元が取れるっていうのはちょっと違うのかもしれないですね。体を楽にする。で、楽になって、かつ今まで以上にバンバンになったら最高ですね。で、のりゆきさんですね、キュウリ夫人大王さん、自分は雨の日でも冠水します。キュウリ夫人さんが返信、土壌水分重視ですね、と。そうですね、空気中の湿度とかってあんま関係ないですかね、やっぱり。まあ関係ない、切り離して考えた方がいいんでしょうね。はい、それから TNT さんです。S つきませんね。ご無沙汰しております。はい、冠水の話だったんで、一緒に TNT さん。自分は水は日射で流すのが正解な気がしています。よー皆さん、キュウリ夫人だヨウさん菌にもう侵され始めてますね。水分も EC も補助すべてが一定ならいいんですが、どこだと点々点。自宅からは冠水タイマー安いで、少量多冠水と温度取りの日照センサー安いもので身をバンバンにしてやろうかと考えてます、と。農業日誌館。なるほど。日照ですか。で、給料人様さん、日照ですか。ふむふむ。いろいろ考えがありますね。さらに深く掘り下げてみます。下げられるんですか。まあ私なんかそういうことやってるとラビリンスに突入してもう抜け出せなくなって、もう何やってるか分かんなくなっちゃうんですけどね。結局勘が全てみたいになっちゃってそれから STMT さんですね、生物農薬はコスパ悪い上に手間ですよね。私はパス。気持ちがいいですね。よくぞ言っていただきました。はい、私の代わりに、いや個人的な感想なんですけど私はエコファーマーなので、やっぱ積極的にそういうものを導入していかなければいけないかなと思う、ついこの頃なんですが、まあ、それはそれでいろいろ手間がかかってしまって経費倒れが。アスパラは倍度遅れ、要するにかぶせるわけですよね。それが遅れた場合の倍度遅れですね。ホワイトアスパラを作る際にアスパラの頭がピョンと地面から出てきたら倍度すると、一発目頭が日に当たるから色が悪いのですが、これが最強にうまいです。出てきたやつが、これは産地の人限定のグルメです、と。あんまり、まあ、色が悪いから物にならないってことですね。なるほど。アスパラはやはり前半戦がうまいです、と。茹でた倍度遅れをマヨネーズと醤油で食べると、うわ、うまそうですね。ビールが進んで、乾杯食べすぎると、ピー濃いアスパラの匂いになりますよ。マヨネーズと醤油は入ってこないんですかね、そこには。1キロくらいはペロリ。ビールも2から3リッター、ごくり。普段は家で飲まないんですけど、これだけは
ことですね。やそれアスパラ食っちゃうともうガバーイってなっちゃうんですね。なるほど、うまそうですね。やっぱアスパラキュウリ夫人だヨウさんももう近々、羨ましいな。それからナタリーさんですね、土壌 EC は土を持っていく、そんな時間ありません。ぬーってまたこれもキュウリ夫人だヨウさんの影響を受けちゃってますよね。やはりそのままの根回りの数値が欲しいので、正確さより簡易で目安程度で水肥灌水ですと。って感じですね。汗って感じですね。ああ、だから、こう、ダイレクトなやつでってことですね。追肥前や追肥灌水後に測ってますが、ばらついた数値は出ませんと。やはり追肥すれば数値は上がりますと。苦土や仮追肥でも上がりますと。施設は高 EC、高 pH なりがち。路地はそれほど高くないです。まあそうですね。2万ぐらいでしたよね。EC メーターはとりあえず、普及所の方に来てもらうのと、それと土壌 EC は、咲く前に土取って一応毎回土壌診断してるんで、それでいいですかね。で、そのダイレクトのバスってやつで、日々灌水前後で、追肥前後で確認取ると。で、間隔を見ていくっていう感じ。はい、お師匠様ですね、さくらさん。ヤフオクは競り合う人がいるようなら、相手が対応する時間がないように、残り10分ぐらいで一気に畳みかけないと。時間切れ狙い。現在3万6千円前後。やっぱり5万だな。確かに私もちょっと見ましたけど、3万、4万、4万いってたかな ?4 万2千とか。はい、見ました。4万3千100円。7時5分だから間もなく終了ですね。5万。5万まで。これ私ちょっとヤフオクやってない、なんか知り合いの人とかが釣り上げたりしてるんですかね、不正な行為。まあ知り合いだったら金振り込んでもまた戻ってきますもんね。で他の人に高く買わせるみたいなことも、私ちょっとオークションやったことないんで、ちょっとそこが怖い気がするんですよね。ちょっと やけくそになってどんどん値を上げてって、思ってもいない値段で買っちゃうみたいな、ちょっと個人的な感想ですけど、そんなんがあるのかなと。はい、サンブリッジさんですね。ちょっと怖い話なんで、BGM と映像変えていただいて。この前、夜中にブロッコリー収穫してたら、ちょうど僕の進行方向の奥の方で、ガサゴソ、音がしました。何かいる。怖怖。怖怖。収穫しながら進んでいくと、ヘッドランプの明かりの中に、なんと、ペットショップで売られているような白い茶色の、ん?白と茶色のでしょうか。白と茶色のブチのウサギがいました。ブチのウサギがいました。ブロッコリーの葉っぱを食べてました。捕まえようとしたら逃げられました。僕のブロッコリー畑にペットのウサギを捨てないでください。はい、戻していただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。収穫終わったらすき込むんで、ウサギが生きていけません。そうですよね。ブロッコリーがあるうちは餌が満載で生きていけますけど、そういうことも考えてちゃダメですよね、ペット。ノウサギじゃないですもんね。ダメですね。結局、そっか、逃げられちゃって、そっからは発見できてないってことですね。どっか行っちゃったんですね、また。それからカラスさんですね。これがセーブグリーンですね。SAVE。グリーンは GREEN ですかね。ネットショップ。そうですね。私も見ました。サフオイルまでたどり着けました。で、点滴には本当影響が少ないと。感じですと。で、私もそう、カラスの生態系とか言って、カラスさんのコメント見て、あっと思っちゃったんですよね。あ、そうだ、カラスさんっているじゃんと思って。あ、もしかしたらなと思って、はい。昨日言えなかったのがちょっと恥ずかしいですね。はい。カラスの集団行動について、はい。冬場は大きくなったひな鳥の子守りを集団でしてみると。春頃は確か繁殖期でパートナーを見つけ、安くするために集団を形成すると。
聞いたことがありますと。なるほど。でその後は春ですね。その後はヒナを守るために少し神経質になっているので近づかない方がいいですよ。これも聞いたことありますね。頭とか疲れるんですよね。足でガリッとか、うん、それからそうあれですね、マルチャー、ブルーシートではなくてシルバーのちょっと高いやつ、中が黒いやつってことですね。持ちますよと、日差しに強いですよと。ありがとうございます。そうですよね、ちょっと高めの、あの薄いのと厚いのとブルーシートであって、シルバーもあって値段がちょっと上がってくるんですよね。いや、この内側が黒いのっていうのはまだ私知らないんですけど、多分結構するんだじゃないかなと。まあでもそんな必要ないですからね、マルチャー覆うぐらいなんで。ありがとうございます。それからトイボックスさんですね。先日 KMK さん、誰か全然わかんないですねKMK さんですね、うん、来店してくれた折に誰にも気づかれないように、私のフレーズですね、シャタ動画進めておきました。ありがとうございますシャタ君の頑張る姿に元気つけられる仲間が増えたらいいね。そうですね、はい、同級生ですか KMK さんって。それからお塩様、ウィリーの件ですね。川でトラクター洗っててロータリーがつっかえん棒になったんですね。あ、なるほど。で7、80度の角度でエンジンがドゥルルルって止まったと。ドゥルルルで、その時も飛び降りてたと、ポーンと。でそのままひっくり返っちゃうのかなと思ったら、クラッチ切って、そっか、ギアを抜いたらフーってなったわけですね。ふわーって、で水平になったと。さすがに回らなかったと。まあお師匠様が回ってた感じかもしれないですね、くるっとくらっと。うん、なるほど。それから塚原さんですね。先ほど9秒前って出てますね。先ほどまで息子と春菊収穫してました。日曜にピオさんが会いに来るんだってよって話をしたらテンションマックスでしたと。ありがとうございます。はい。とりあえず2匹は連れていけますね。はい。忘れずに。はい。それから、のりゆきさん、ヒッチコック、正解です。鳥っていう映画ですね。昔の白黒でしたよね、あれ。正解です、と。今の時期のカラスは、群れてるカラスは渡ってきてるやつなんですね。縦の林のカラス大集合的なもんじゃないんですね。渡りなんだ。これ、冠水チューブの角が擦れて穴が開きますっていうのは、なんか変なガイドをつけちゃうって引っ張るとってことです。ですよね、多分。うん、で大連の冠水チューブ見ました。ガードがついてましたね。あれ段ボールかなんかですかね。そう、あれ 200m でちょっと3000いくらで、いつも買ってるやつのちょっと高いんですよね。ただちょっと私も、うん、自作しようかなと、いろいろ妄想が湧いてきましたね。ありがとうございます。大連の冠水チューブ、とりあえずJA は取れるんでしょうけどね。シンシンとか、シンシンにもガイド付きのないんですよね、うん、それからまた書いていただいてよろしいでしょうか。 BGM とサンブリッさんからですね、怖い昨日の続きですね。その乗り面は5メーター下の川に続いてたんですが、途中で木に引っかかり止まりました。よかった。が僕は川まで転げ落ちました。トラクターは釣り上げてもらって無事でした。その補助は契約更新の時に返却させていただきました。はい、戻していただいてお疲れ様でした。正解ですね。それから高子さんですね。昨夜は狭心症の発作が起きて死ぬかと思った。ニトロのおかげ、毎朝7錠を飲む。農作業が無理になってきたのかな。米している間は元気です。狭心症だったんですね。でキュウリ夫人だよさん、高校か、無理したらあかんで。
そうか、日々の農作業が心臓に来てるんですかね。そうか、毎朝7錠。ニトロっていうのはニトログリセリンですね。ニトログリセリン毎朝7錠飲んでると、心臓の動きを円滑にしてくれるんですかね。そうかそうか、はい、お大事にしてください。本当なんか結構話聞いてても無理なされてる、体に無理されてる感じがありますんで、はい。それから NSD さんですね、質問です。内張りカーテンは透湿性か湿度がいけるいくかってことですか。多分違うと思いますね。湿度は通らないと思いますね。うん、高いですよね多分。透湿性のカーテンって、はい。それから銀スポさんですね、昨日の朝から霜が降り始めたと。銀スポさん宮城ですね。朝と昼間の寒暖差ありすぎです。はい、こっちの方面もさすがにまだ水霜っていうんですかね、フロントガラスに結構朝びしゃびしゃになってますね。こっちも。それから富士山が見える、高子さんですね、富士山が見える良いところにお住まいで、お父さんが作業されているいつまでも元気でいてほしいですね。高子さんも本当にお大事にしてください曲がりきゅうり食べられるペロペロ、これピオですかね。植物管理大変だよねと、そこが痛いのとか言ってくれると、そこが痛いのとか言ってくれるとどんなに楽か。そうなんですよ、本当に会話ができると楽なんですけどね。なかなか僕も生まれ変わったら植物になりたいそれから初コメですね、なんか富士山と太陽が出てるアイコンですね。一番最後の方、グミさんと呼ばせていただきます。ハウス持ってないけどすごく役に立った、ありがとうございますこれ サニーコートが役に立ったのかもしれないですね。あ、そうですね、空気の層、サニーコート。それから NSD さんですね、久しぶりに農業ロボット動画を鑑賞しました。これ過去の、はい、農業ロボットっていう私がメインのシャタ農園で上げてるやつです。はい、見なくていいです皆さん。はい、さすがにバンダイ製の農業ロボット、ビームライフルで害虫駆除するんですね。はい、変えていただいてよろしいでしょうか。はい、BGM と映像が入って、人間関係で疲れられてたメンタルの回復は初期1号動画の鑑賞が効果的なんです。かっこ本日は最新鋭トラクターの全後編も鑑賞済み、かっこ閉じ。はい、書いておいて、書いていただいて、見なくていいです皆さん、見なくていいですからね。本当にはもう自分が見ても恥ずかしいんで、農業ロボットとトラクターの低評価もいっぱい押されてますしね。はい、ダブル快適エアカーテン、三菱樹脂アグロドリーム株式会社。はい、そう、私の格屋根ハウスって二層するしてもらおうとした時に、業者に谷下が低いから二層すると谷下が窮屈になっちゃうってことで一層になったんですよ。ってことでこれをお師匠様紹介、一層のカーテンが膨らむ、中に風を入れるってやつですよね。そう、これもいいなと思いました。ただ私今一層ですけど、あれ波板から雫がすごい落ちてきてべっこん溜まって穴開けてるんですよ。そういった場合これどうなるんだろうなと、どうなっちゃうのか。穴開けたら多分空気入れたら漏れちゃいますもんね。まあ全部は漏れないにしても、何個かブチブチ釘で穴開ける分には問題ないのかなと。あと値段、燃料費削減には必須ですね。まあサイドはもちろん、サイドもそうですけど、空気を入れれば全然保温能力上がるらしいですからね。カーテンはちょっとほんと真面目にもうぼちぼち張り替えなんですよ実は。格屋根のカーテンだから思い切ってこれちょっと見積もってもらうのもいいかもしれないですね。もう穴開けるとかもうなるようになれって感じで。
ありがとうございます。ダブル快適エアーカーテン三菱樹脂アグロドリーム株式会社です。はい、動画 YouTube に上がってますね。それからサンブリッジさんですね。ジャットキング興味持たれたようですね。4面散布できる。そう、4面散布 でやればあれ1000倍なんで、あれこっちでまあ6000円7000円ぐらいで買えるものなんですけど、5キロ、まあ5リッターって考えて、まあもうちょっともしかしたら少ないのかもしれないですけど、結構使えますので、うん、そんなに高くないのかなと。あれ下から半分とか流しちゃうともったいない気もするんですよね。包装入り、ブロッコリーにも良さげな感じってことですね。 STMT さんも興味持たれてましたもんね。グリシンベタインですね。はい、以上ですね。本日も頑張ってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんチョキ。じゃまた。お、皆さん、腰を感じたことはありますか。ピヨさん、こっちですよ。